久保さんすいませんもう,すいませんもうあのダメだと思ってなんか久保さん紹介もう僕が勝手に思っちゃったんですけどめちゃめちゃ紹介してたじゃないですかなんで上限まで行っちゃったのかなと思って勝手にす勝手に思っちゃいましたすいませんまだ上限まで行ってなかったですね いいろろ僕もねあこれまあ大文字だろうなとかまあなんかやってたんですけど K ですね K はちょっとやってなかったかもしれないですね K でもあれ大文字のまあまあいいや、ねまあ、とりあえずまあ上限いってないスクショもらってあ上限いってないんだっていうだから僕のミスです, <laughs> すいません <laughs> 久保さんに1000円入らないな僕にも1000円入らないですねドンマイですねはいまあそのあの今回の僕があの あの失敗かしてね僕が紹介する時はこれ大文字でお願いしますってちゃんとあの紹介しておきます失敗から学ぶっていうね <laughs> これ大文字じゃないとあのもし無効ですとこの,あの紹介コードは無効ですってなった場合あの入れてるところが小文,字おあの小文字になってる可能性があるんで大文字で入れてくださいっていうちょっとあの入れときます <laughs> 多分ね久保さんね僕と同じ状態になってる人いると思いますよあれみたいな。 あよくあるのが、あとね、ちっちゃいスペースとかね。これなんかよくそのフォームでいろいろ取るときに、なんかちっちゃいスペース入ってて、なんかログインできませんみたいな、あったりとかするんですけど、なんかコピペするじゃないですか、コピペしたときにちっちゃいこの余白の、このちっちゃいやつもコピペになってて、貼ってるんだけど、ログインできませんみたいな。で、僕、カスタマーサポートしてたときに、まあいろいろやりとりするんですよ。いや、合ってますよね、と。 いや合ってるななんでだろうみたいなね。いやパスワードも全部合ってるんだけどなんでログインできないんだろうこっちログインできるぞと。でいろんなブラウザーでねこっちでログインして試すんだけどいや合ってますねみたいな。あもしかしたらこれかみたいなねこのちっちゃいスペースですね。コピペした時にちっちゃいスペース入るっていうねこれ結構あるんですよ。<laughs> まあまあまあ熱いっすね締め切ると、まあ。ということでその今回のテーマはね 切,る切,り切り抜き動画で切り抜き動画で年収1000万ししましょうか今ひろゆきさんっていうね切り抜き動画で年収1,000万円稼いでる人いるんですけどどうですかねあの他人のコンテンツを切り抜いて年収1,000万 <laughs> ひろゆきさんにはなれないけどひろゆきさんの切り抜き動画、まあ、ライバル今言えるんでね結構難しいかもしれないですけどあの、まあ、実際ね自分がやってなくても稼ぐことはできるわけですよ。 でもひろゆきさんのパクって切り抜いてねやれば年収1,000万稼いでるふうに言うわけですよしかもなんか,なんか大御所はね大御所はもう仕組み化して外注化してるみたいなすごいですよねもはや人の動画を外注化して作,作成させてるみたいなね <laughs> すげえなみたいな <laughs> ねえすごいですねはいいってらっしゃい